はい、こんにちは。今回はゾリン OS15 エデュケーション、こちらの紹介をさせていただきたいと思います。はい、こちらがゾリン OS のホームページです。ダウンロードするにはこちらのダウンロードをクリックしてください。すると各エディションのダウンロードページに飛びます。アルティメイト、コア、ライト。このライトがまだ 12.4 のままですね。今15ですので、ライトの方はゾリオイス15ライトカミングスーンって書いてありますね。こちら試してみたかったんですけど、まだ来てないので、まあ、カミングスーンなのに数ヶ月このままなんですけど、スーンだったら1ヶ月以内に来てほしいですね。で、今回はこちらゾリオイス15エデュケーション、こちらの方をダウンロードします。ダウンロードをクリックします。はい、こちらの方はですね、スキップトゥダウンロードをクリックしてください。こちらにですね、エデュケーション、ライトバージョンと通常のバージョンがあります。通常のバージョンをダウンロードします。はい、ファイルを保存するを選択した状態で OK を押してください。ゾリン OS15 エデュケーション、こちらの方をインストールしていきます。まずデスクトップ上にあるゾリン OS15 のインストール、こちらをダブルクリックします。はい、ようこそ日本語表記になっていることを確認して、続けるを押します。はい、日本語になっていることを確認して、続けるを押します。はい、アップデートと他のソフトウェア、チェックがついていることを確認して、続けるを押します。はい、インストールの種類ですね、自分はそれ以外を選択して、続けるを押します。はい、外付きハードディスクに入れていきますので、 SDD7 こちらを使います。ダブルクリックして、利用方法 EXT4、パーティションの初期化にチェック入れて、マウントポイントをルートにします。 OK を押します。はい、ブートローダーをインストールするデバイス、こちらの方も SDD に合わせます。この状態でインストールを押します。はい、続けるを押します。はい、どこに住んでいますか、東京になっていることを確認して、続けるを押します。はい、あなたの情報を入力してください。はい、続けるを押します。はい、しばらくお待ちください。はい、インストールが完了しました。はい、起動後にソフトウェアの更新が立ち上がりましたので、今すぐインストールを押します。はい、インストールが完了しました。はい、では日本語入力見ていきます。メニューからアクセサリー、テキストエディター、入力ができます。それとですね、ちょっと外観の変更もしておきます。メニューから設定、ゾリンアピアランス。はい、まずですね、デスクトップ上にマウントボリュームが表示されてますので、これチェック外しておきます。で、ホームボタンだけにしておきます。あとですね、好きなレイアウトに変更ができます。通常のですね、アイコンバージョンとこちら真ん中のやつですね、こういう風な形で、まあ、Windows の昔の Windows のような形にも変更できますし、こんな感じでタブレットみたいな形もできます。こうするとメニューを開くと、こんな感じで一覧表示にできます。はい、元に戻しておきます。
グリーン OS の利点の一つなんですけれども、ファイル操作がしやすいというところが挙げられます。こちらのですね、今サンプルというテキストを作っています。どういうふうに操作がしやすいかというとですね、ファイルをドラッグして、はい、深い階層までですね、ドラッグで移動することができます。こういうふうにドラッグしてフォルダーにマウスオーバーすることで、どんどんフォルダーが開いてそこに置くことができます。こういうファイル操作は自分はすごい使いやすいかと思います。あとリネームとかですね、通常ですね、こういう風にして F2 を押すとリネームができます。リネームが変わっているところのカーソルなんですけれども、拡張子を巻き込まずにファイル名だけが表示されています。 Windows とかだと初期表示で拡張子が表示されていません。テキスト .txt っていうのが表示されていません。で、拡張子を表示してリネームを押すとですね、こういうここまでドットテキストまで巻き込んだ形でリネームになるんですけれども、この DreamOS だと F2 を押すと、はい、このファイル名のところだけが変更できるようになっています。ちょっとしたことなんですけれども、こういったところが非常に便利だと思います。 DreamOS Education ということで、かなり教育系のソフトが多いです。メニューを見ていただいても、カテゴリーの中にプログラミング、科学、教育教養、これらのカテゴリーがあります。もちろん全てのソフトが日本語化されているわけではないので、まあ、全て使いやすいというわけではないんですけれども、一部紹介させていただきます。まずちょっとカテゴリー的にはオフィスにくくられているんですけれども、オフィスの VYM View Your Mind、 こちら起動します。はい、マインドマップのソフトですね。これ以前に別動画でマインドマップソフトということで単体で紹介させていただきました。マインドマップっていうのはトニー・ブザンという方が提唱した思考の整理ツールです。単純に箇条書きではなくて、まあ、樹形図的に絵で見てわかるようにしてつながりを持たせることで思考の整理ができるというものになります。あとブレインストーミング的な使い方ですね。どん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 発想を出していくっていうブレインストーミング的な使い方にも使えます。という、まあ、思考の整理ツールが入ってます。これ結構自分の方は気に入っていてよく使っています。次にメニューの中の科学の中のカイズームっていうものですかね、こちらクリックします。はい、これ元素記号のソフトなんですね。えらいマイナーな。マウスオーバーで表示されますね。水平、リーベ、僕の船。はい。で、クリックすると、元素記号の紹介、詳細が表示されます。融点、沸点。で、原子模型がこんな感じとか。まあ、細かく書いてありますね。誰か受験生とかが使うんですかね。こういった元素記号のソフトがこちらになります。他にも科学のステラリウム、こちらはですね、以前自分も別動画で紹介させていただきましたプラネタリウムのソフトになります。こんな感じですね。天体が表示されてドラッグで移動させることができて、こんな感じで各星の情報が表示される。他にもいろんな機能があります。これ別動画にまとめてますので、またご覧になってください。はい、そしてメニューから教育、経ブランチっていうんですかね、これでエクササイズ、もうこれ算数ですね、分数の計算とか。まあ、これに関しては自分は算数とかノートとペンの方がいいんじゃないかなとは思いますが、まあ、計算ドリルがいらないかもしれないですね。はい、まとめさせていただきます。ドリンOSに関してですね、他にも見てみたんですけれども、ビヨンって読むんですかね、 VEYON、 このソフトも入ってました。これがですね、学校の教育現場とかで、まあ、先生が画面を操作、リモートコントロールとかして、まあ、生徒のパソコンに画面を映したりすることもできる
そういった教育現場のソフトみたいです。使い方を覚えるのはちょっと大変ですけれどね。個人で使う分にはこちらのソフトは使わないかと思いますけれども、あくまでこのドリーンエデュケーションっていうのが、学校教育の現場を想定しているディストリビューションみたいです。はい。使った感じとしては、ドリーン OS のコア部分プラス、教育ソフトが入っているディストリビューションという感じです。学校教育の現場を想定しているとは言っても、個人ユースレベルで使いやすいもの、さっきのマインドマップのソフトとかですね、あとはプラネタリウムのソフト、あと算数のソフトもありましたね。そういったものは個人ユースでも使いやすいかなと思います。ですので、個人として使う分にも、このディストリビューションはありだと思います。いらないソフトに関しては、削除すればいいだけの話ですしね。ということで、ドリーン OS 自体が素晴らしい OS ですので、このエデュケーションの部分に興味があったらですね、使ってみるのも良いかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ドリーン OS15 エデュケーション。利用用途である教育現場だけではなくて、マインドマップとかタスク管理のソフトもありましたので、個人ユースでも便利かと思います。もちろん Linux にはこれだけ教育的なソフトが充実しているという、知るきっかけにもなるかと思います。はい、今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。